ワシントン公園のカリオン。フランスペルピニャンのサンジャンイコールバプティスト教会でのブライアン・スウェイガーによるカリオン演奏。カリオンは調律した鐘と鍵盤を組み合わせて演奏する有音程度画楽器であり、鍵盤楽器、対名楽器。日本語では組将と訳される。音色を揃え調律した正度性の鐘を複数組み合わせ。 メロディーと火星を演奏する。現在の形態に近いものは15世紀のオランダで開発されており、現代では世界中に分布している。カリオンは通常首狼などの登場の建築物として設置される巨大な楽器であり、その多くは教会、学校、地方自治体などの団体が保有している。台車に乗りう小型化した移動式のカリオンもある。演奏には バトン式鍵盤とペダルを用いる。カリオンはタワーベルと同じくスイングベルから派生し、カリオンの練習用の楽器から派生してクロッケンシュピールが作られた。また、カリオンの持つ自動演奏の仕掛けはオルゴールの元となった。1999年にはベルギー、フランスの古いカリオンが当時の技術、景観、 あるいは重要な建築であると評価され、ベルギーとフランスの首脳群が世界遺産に登録されている。カリオンを含めて、調律した鐘を並べて演奏する楽器には多彩なバリエーションがある。カリオンと演奏方法やアクション機構が同じでも鐘が23個以下のものはカリオンではなくチャイムと呼ばれる。また、鍵盤がなく自動演奏のみ可能なもの。 鍵盤を叩いた力を機械式に伝達しないものは非伝統的カリオンと呼ばれ、伝統的カリオンあるいは単にカリオンと区別されている。中には両方の特徴を持つ楽器もあり、文献、団体などによって境界が異なる。本記事では北アメリカ大陸カリオン連盟の定義に従い単にカリオンと記載した際には2オクターブ以上の金を人が 演奏可能なバトン式鍵盤を持ち、機械式のアクションで人力を伝達して演奏する鍵盤楽器を中心に記載する。世界にはカリオンが約700ある。日本国内にはカリオンと呼ばれる楽器あるいはモニュメントが1993年時点で300カ所以上あるが、この項目でいうカリオンに当てはまるものは5つ。そのうち3つが、 世界カリオン協会にカリオンとして登録されている。それ以外の日本国内のカリオンと呼ばれるものは、鍵盤がなく自動演奏のみが可能、または鍵盤を叩く力で鐘を鳴らさず、動力を電気的に伝えるなどする、非伝統的カリオンとなっている。楽器の数が限られているため、必然的に演奏者の数も少ない。カリオン奏者となるには、ベルギーやオランダにある、 カリオン専門の学校や北アメリカの複数の大学のカリオン奏者の育成コースで学ぶことが切る。認定カリオン奏者となるには専門の学校を卒業する北アメリカカリオンギルドによるギルド試験に合格するなどいくつか方法がある。2021年時点で日本出身で認定を受けたカリオン奏者は数人のみ知られている。 日本では2019年に日本カリオン協会、2020年に日本カリオン演奏家協会が設立されている。カリオンという語は18世紀頃に古フランス語のカーリーニアンから作られた。カリガンはラテン語のクアターニエガム、これはさらにラテン語のクアターから来ている。最も初期のカリオンは4つの鐘を組み合わせてウェストミンスターの鐘のようなメロディーを奏でていたため、 こう呼ばれた。カリオンという語はかつて楽器ではなく、複数の鐘で演奏するメロディーを指していた可能性がある。ドイツ語ではフランス語のカーリーニアンを使ったりドイツ語でグロッケンシュピールと呼ぶ。これは楽器名のグロッケンシュピールと同じ綴りだが区別する必要がある。カリオンの演奏者をカリオン奏者と呼び、英語圏ではコリラナー。 日本語でもこれを英語風に読んでカリオネアと呼ぶことがある。この言葉も元はフランス語であり、カリオン、カリオネアは18世紀のスペイン継承戦争後にこの楽器がイギリス軍に紹介されて英語話者の間で使われるようになった。コリラナーはフランス語ではカリオンを演奏する男性にのみ使われる言葉であるが、フランス語で女性のカリオン奏者を表すコリラヌズは英語圏。 日本語圏では使われていない。英語圏では他にカリオン奏者を表す言葉としてコリラニストも使われている。コリラニストの方がスペルがわかりやすく発音も明快であるため一部のカリオン奏者はコリラナーをコリラニストで置き換えることを望んでいる。フんーす、メイヌイコールイコールロワール圏の精神協会のカリオンコンソールカリオンは鍵盤楽器であり人間が 演奏可能なバトン状の鍵盤を持つ。鍵盤の形状は、ピアノやオルガンとは大きく異なるものの、鍵盤の配列はよく似ている。他の鍵盤楽器のキーに当たるものは丸みを帯びた木の棒で作られており、長さは2 0トル弱、太さ2トル弱の独特の形状をしている。鍵盤の構成は、他の鍵盤楽器同様、ピアノの発見に当たる、 全音階のバトンが横一列に並び、その5トルから1 0トルほど上に、ピアノの黒剣に相当する半音階のバトンが並ぶ。サイズは、ピアノやオルガンの鍵盤よりも大きく、隣り合うバトン同士は5トルほど離れている。奏者は手を握り、拳の小指側でバトンを叩くようにして演奏する。そのため基本的には、 片方の腕で出せる音は一度に1音のみとなり、両手両足を用いても一度に4音となる。低音側の1.5オクターブから2オクターブは、ペダルにも割り当てられ、鍵盤でもペダルでも音を出すことができる。ペダルと鍵盤は接続されており、ペダルを踏むと同じ音の鍵盤側のバトンも下がる、挙動となる。カリオンのペダルは、オルガンのように長いものではなく、短く太く。 感覚が広く作られている。20世紀以降、カリオンの鍵盤とペダルには、北アメリカカリオンギルドによる規格と、北ヨーロッパ規格の2つが存在していた。2つの規格は、外側のペダルが内側に向けて曲がっているかどうか、キーのストロークなどいくつかの点で違いがあった。2006年に、世界カリオン協会がこれらをまとめた。 WCF キーボード2006を作成し、それ以降カリオンを新たに作るか、既存のキーボードを回収する際の基準として使うよう推奨している。ベルギー、アールスホットにある49の金を持つピースカリオンの金とアクション機構鍵盤のそれぞれのキーは、ステンレス製のワイヤーによる伝達システムに接続している。キーを押した力でワイヤーを引っ張り、その力を滑車を経由して、 他のワイヤーに伝達し、最終的にクラッパーを金に向けて揺れる動きに変換する。クラッパーは、静止時には、金から5センチメートルほどの距離で停止する。音の低い、大きな鐘では、クラッパーは音を出した後重力によって、元の位置に戻る。高い音の小さな鐘では、元の位置に戻すための戻りバネを取り付けており、一度の打鍵で何度もならないようになっている。 鍵盤のすぐ上にはターンバックルと呼ばれるワイヤーの調節機構を持ち温度変化で伸び縮みするワイヤーを調節できる。カップ型をした制動性の鐘は塔の頂上部の鋼鉄や木製の梁に吊り下げられる。鐘の配置は設置する空間、塔の高さと構造、鐘の数とサイズ、重さに大きく依存して異なる配置となる。特に大きく重い金の場合は 音のバランスを確保するために演奏室のもとに配置されることが多い。カリオンでは通常演奏時に金は動かずクラッパーだけが動いて音を出す。一部の楽器にのみ一番重い金を揺らしてスイングベルのように音を出す機構を持つものがある。ドイツ、ゲントの手楼にある自動演奏のためのシリンダーカリオンには単純な曲やウェストミンスターの金の 自動演奏機構を備えているものがある。ヨーロッパのカリオンでは多くの場合、時計に接続した大きな金属製のシリンダー状の演奏ドラムを使用している。演奏ドラムの表面には金属製の杭が打ち込まれており、時刻が来てドラムを回転させると、金の外側すぐのところに配置したハンマーを動かす。レバーに杭が引っかかり、そのまま回転し続けると、 レバーが杭から外れ、その力でハンマーが鐘を鳴らす構造となっている。杭は1時間置き、あるいは15分置きに簡単な曲を演奏するように配列されている。この時計を前前にシリンダー部分を小型化、鐘を串型の金属板にしたものが現代のシリンダー型のオルゴールである。北米のカリオンでは演奏ドラムのシステムはあまり一般的ではなく、代わりに紙テープと 空気圧による演奏システムを持つものがある。カリオンに使用する鐘は通常の銅よりも大きな合成と共鳴音を得るためにベルブロンズと呼ばれる銅と鈴の特殊な合金で作られている。鐘の音色と音質は鐘の重さと輪郭、形状によって決まる。鐘の形状に応じてそれぞれ調和したりしなかったりする倍音と部分音の構成が変化する。心地よい。 調和の取れた一連の音色を生み出すために、鐘の輪郭を注意深く調整する必要がある。鐘の製作者は、通常5つの主要な音程に焦点を合わせて、調整を行う。特に、ティアスと呼ばれる炭酸度の倍音は、カリオンの独特の音を生み出すことが知られており、現在も研究の対象となっている。鋳造だけでは、完全に調律した金を作ることができないため、金は、 やや厚めに鋳造し、旋盤で表面を削り取って、調律を行う。音色の調整が完了すると、囲碁症の音色が変わることは、ほとんどなく、設置後に金を劣化させるのは、火事と大気汚染だけであると言われている。古いヨーロッパのカリオンは、中前温率に調律されていた。現代のカリオン、特に北米のカリオンは、平均率に調整されている。 カリオンにはピアノと同等かそれ以上のダイナミックレンジを持つ楽器が存在する演奏時のタッチによって演奏者は幅広い音量の表現ができる大きな鐘のダイナミックレンジは小さい鐘よりも広いものとなる小さな鐘は質量が少ないため大きな鐘のごく一部の音量しか表現することができないパイプオルガンと並んでカリオンは 世界で最も重い楽器の一つである。カリオンの重量は金のみでも4.5トンから15トンほどであり、最も軽いものでも1トン、最も重いニューヨーク、リバーサイド協会にある、ローラ・スペルマン、ロックフェラー記念カリオンのものでは91トンにもなる。一組のカリオンの中で最も大きく重い金は、ブルドンと呼ばれる。ローラ・スペルマン、ロックフェラー記念カリオンのブルドンは、 カリオン用に調律された金の中で最も重いキャスティングであり、他のカリオンの一番低い音よりもさらに1オクターブ、低い音を出すことができる。ロックフェラー記念カリオンの金以外の発音部分、固定小、スングベル、クラッパー、針などの重量を加えると227トン前後の重量になる。カリオンの音域は、そのカリオンが持つ金の数に比例し、金の数は主に楽器を作る。 際の資金で決まる。多くの金を鋳造するにはより多くの資金が必要となり、大きな金の鋳造コストは小さいものよりも高くなる。カリオンと呼ぶには少なくとも23個以上の金を持ちつくことが条件となり、それ未満の楽器はチャイムと呼ばれる。カリオンの音域に標準的な規格はなく、主に金の個数によっていくつかの小分類が使用されている。 金の個数では、ミシガン州、ブルームフィールドヒルズにある、カーク・インザヒルズ長老派協会にある、カーク・カリオンと、韓国の大田広域市にある大田科学技術大学のカリオンが、いずれも77個の金を持ち、世界最大となっている。カリオンは、他の楽器と合奏することがほとんどないため、最低音の金は、どの音でも大きな問題はない。そのため、 設置する場所、あるいは資金の都合で最低音となる金が選ばれる。楽譜の記載と演奏を容易にするため、カリオンの鍵盤には C の基準位置を示すことが一般的となっており、古い楽器や小さいサイズのカリオンの多くは異調楽器となっている。天地は完全4度下から1オクターブ上までどこでも可能である。米国ではカリオンを本格的なコンサート楽器として、 確立するために、コンサートピッチ調律されている新しいカリオンが増えている。楽器によって音域や金、ね、それを演奏する鍵盤のサイズが異なり、鍵盤全体が異常されている楽器もあり、演奏時に必要な動作やタッチが楽器ごとに大きく変わるなどの事情から、多くのカリオンでは手朗ごとに、専属のカリオン奏者を抱えている。 人が演奏するカリオンを描いた最も古い絵でカンポニスコマンテリアスより、アンジェロ六花作カリオンはいくつかの伝統を組み合わせから生まれた。中世のヨーロッパでは人々に時刻や教会の礼拝開始を知らせたり、その他のイベント、火事や嵐、戦争などを知らせるためにスイングベルが用いられていた。14世紀に金と時計をつなぐ重量で回転する。 ペーグドラムが開発された。ドラムを回転させ、引っ掛けたワイヤーの力でハンマーが鐘を叩いて音を出していた。時報を告げる鐘は次第に進化し、時刻の鐘の前にウェストミンスターの鐘のような簡単な曲を演奏するようになっていった。この鐘による音楽演奏の興味関心はネーデルラントで特に高まり、ネーデルラントでは鐘の鋳造技術も ヨーロッパの他地域と比較して著しく発達した。1510年に最も初期のカリオンを設置したアウデナールで視聴者と首脳賞を鍵盤に相当するもので演奏した最も古い記録は15世紀末から16世紀初頭に遡ることができる。1482年12月30日、アントワープ氏は聖ミカエル修道院が備えていた小規模な金のセットを 縄と棒を用いた機構で演奏するためにエリシャという男を任命した記録がある。1510年にはヤンファンシュピーラーという有名な時計職人がアウデナールでのアウデナールで視聴者に9つの鐘を持つ金のためのキーボードを設置している。16世紀から17世紀にかけてネーデルラントの工場喧嘩で新しい楽器の開発が進んだ。この地域は アムステルダムとアントワープの港を通じて、金の鋳造に必要な財政的手段と技術的優位性を獲得して、鋳造の技術が発達した。さらに、オーストリアのマルグリット・ドートリッシュとカール5世による政治情勢では、都市に相対的な富と権力をもたらした。カリオンはすぐに市民の誇るシンボルとして流行した。都市や町は、 お互いに最も高品質で最も大きな金を持つ楽器を所有することを競い合った。都市部では一つの町で複数ののカリオンを作るところがいくつもあり、田舎の小さな村でもカリオンを作るための資金、資材を年出するところがあった。この需要により、金の鋳造化が産業としても成功し、ワグヘブンズやファンデーン、ヘインなどの成功者が生まれた。 16世紀から17世紀にかけて、彼らが作ったカリオンは50個に上る。1600年頃には、初期のカリオンがこの地域の特徴として確立した。オランダ、デーフェンテルの聖、レビヌス大聖堂の首郎につられる、ヘモニー兄弟によるカリオン。この金は1647年に、ズトフェンで鋳造をされている。17世紀に、ヘモニー兄弟とヤコブファンエイクが協力することで、 現代のカリオンにつながる重要な開発が行われた。ヘモニー兄弟は、正確な鐘の調律技術で有名になった、鋳造家だった。ヤコブ・ファン・エイクは、ユトレヒットで活動した盲目のカリオン奏者で、オランダのいくつかの都市で時計台のチャイムやカリオンの改善をするよう任命されていた。彼は、鐘の音に特に強い興味を抱いており、1633年に、 金の持つ5つの部分音を分離して記述する技術を確立した。また、金の厚さを調節することで、それぞれの部分音を互いに調和する、要調律できることを発見した。ヘモニー兄弟は、ヤコブ・ファン・エークを顧問として、ズトフェンにあるワイン・ヒューイストレンの塔に19個の金を持つカリーオンの製作を行った。ヤコブ・ファン・エークの助言に従って金を鋳造し、 初めて現代の定義でいうカリオンに相当する調律した楽器を制作した。鐘の品質が非常によく印象的だったため、ヤコブファンエイクワにオクターブの鐘を鋳造するよう進言した。この時から標準的なカリオンを構成する最小の鐘の数は23個と考えられるようになった。ヘモニー兄弟はその後36年間で51組のカリオンを制作し、 それから18世紀にかけてカリオン文化の最盛期となった。1789年から巻き起こったフランス革命によりネーデルラントとカリオンは広範囲に被害を被った。オーストリア領ネーデルラントはフランスに征服され1975年に併合された。ネーデルラント連邦共和国はバタビア共和国、コラント王国を経て1810年にフランスに併合された。 フランス第一共和制の2年目に公安委員会は金をつぶして銅を供出する指示を発布した。カリオンの所有者たちは新政府に要望書を出して文化的に重要と認めさせるか、金を取り外して埋めるなどして抵抗した。当時110のカリオンがあったが、そのうち約50個は戦争、火災、人為的破壊などの被害により破壊された。その大部分は、 フランス革命戦争に使用する大砲を作るために、いつぶされた。戦争以外でも1750年から19世紀にかけて、人々のカリオンへの関心は大幅に低下してしまった。多くの世帯で、振り越し器用機時計が使えるようになり、懐中時計を持つ人も増えて、カリオンによる時報の需要が大きく低下していた。また、楽器としても時代に大きく取り残されていた。 当時やったカリヨンの多くは中禅音律に調律されており、新しい半音階の音楽様式の演奏には不向きだった。カリヨンのための曲が新たに作られることはなくなり、カリヨン演奏の質も大幅に低下したため、1895年に音楽出版社のショットフレイルがマティアス・ファンデン・ギュイエンのピアノのための11のカリヨン前奏曲を出版した際に、 現代のカリオン奏者はこれらをカリオンで演奏する方法を知らないと不満を記している。さらにカリオン製作が減少したことによりヘモニー兄弟が確立した調律技術のうちヤコブ・ファンエークの発見によらない部分の技術は失われてしまった。そのためこの時代に作られたカリオンはそれ以前のものよりも品質が良くなかった。1890年代初頭に イギリスの立州自祭で、チェンジリンガーだったアーサー・シンプソンが、金の調律に関する一連の記事を出版した。そこには、当時の金鋳造家たちが、彼らの作る金の貧弱な調律に無頓着であり、その解決方法を提案していた。ファンデン、ヘインの金の調律技術を再現しようとしていた、ジョン・ウィリアム・テーラーは、シンプソンと協力し、 1904年に一世紀以上を経て調律した金の鋳造に成功した。この技術の復活により、カリオンの建造も復活し始めた。ベルギーのメッフヘレンでは、ジェフデニンが楽器としてのカリオン復活の中心的役割を担った。1887年に彼の父親が盲目になり、デニンは聖、ロンバウツ大聖堂の都市カリオンの演奏を引き継ぐことになった。 演奏を始めて、すぐに彼は演奏性の向上を訴えた。また、彼の父親が開発し、大聖堂に設置しかけていたタンブラーラックシステムを設置し、それにより音量コントロールの自由度を増し、速いパッセージ、トレモロを演奏できるようになった。トレモロによって、ロマン派時代のカリオンでは、表現できなかった、長い間持続する音を表現できるようになった。 旧方式での接続と、ジェフデニンが採用した新システムの比較カリオン奏者としての技術向上と改良したカリオンによって、デニンの演奏は人々を魅了するようになった。市議会からの提案により、彼は毎週月曜日の夜に行う定期コンサートを設立した。最初のコンサートは1892年8月1日にを行っており、これは 歴史上初めてのカリオンによるコンサートとなった。このステップはカリオンは公共の BGM を提供するものから音楽を提供する楽器として全面に押し出し、それによってカリオンがコンサート楽器としての評価を獲得した。デニンはコンサートを開催したことでアメリカ合衆国のニューヨーク州と政府の役人だったウィリアム・ゴーラム・ライスとの面識を得る。ライスはハーグを旅して、 カリオンを知り、カリオンの本を執筆するために、定期的にこの地を訪れて、カリオン演奏家たちを取材して回っていた。1913年8月18日のデニンのコンサートの後、デニンとライスは、カリオンの社会的影響力と教育的価値について、意見を交換した。ライスは、著書カリオン・オブ・ベルジャム・アンド・ホランと、 タワーミュージックインザローカントリーズを1914年12月に出版し3度再版した。この本は成功し1915年と1925年にも出版する動機となった。ライスはアメリカ合衆国内でカリオンの権威となり1912年から22年までの間に書籍の出版だけではなく複数の都市で35の公演。 雑誌への記事掲載、ラジオ番組への出演、カリオンに関する展示資料の提供を行った。1922年に、ライスは、ハーバート・フーバーとジョン・ロック・フェラー2世から、資金援助を得て、ジェフ・デニンと共に、メッヘレンにカリオン専門の学校を作り、初代校長といて活動した。後にその学校は、王立カリオン学校、ジェフ・デニンと名付けられた。 オーストリア・ハンガリー帝国陸軍によって盗まれた金ウクライナ・リビーブ、1916年第1次世界大戦第二次世界大戦の間にもまたカリオンが破壊されベルギーとオランダの同盟国では独特で民主的な楽器の消滅として広く報道された第二次世界大戦ではイギリスの調査団がナチスドイツはベルギーでは全ての金の3分の2をオランダでは 全ての金を押収したと主張している。1938年から1945年の間に17万5千個の金が盗まれ、金の墓地に集められた。そのうち15万は、鋳造所に送られ、銅の材料として使われた。戦争の後、カナダ最初の州カリオン奏者で、アメリカ大陸での最初期のカリオン奏者、パーシバル・プライスが残った金の調査と、 その変換を手伝うため派遣された。プライスは、またとない機械を利用して、ヨーロッパの金の理想的な音色の性質について、研究し、発表している。1999年に、ユネスコは、建築の多様性と重要性を認めて、ベルギーにある32の首労を世界遺産に指定した。2005年にはフランスにある23棟。 ベルギーのジャンブルーの塔を追加指定してベルギーとフランスの首労軍となった。2014年にはベルギーとオランダのカリオン文化を無形文化遺産としても登録し、フランドルの文化大臣スベン・ヤッツはユネスコはカリオン奏者やこの文化的形態が今日の地域社会に関連するものであることを確かにしている人々の創造性を認識していると述べている。2008年に 映画、主気の国へようこそでカリオンを紹介している。この映画は2021年現在フランス映画として売り上げが最も高い作品となっている。カリオンのレパートリーは歴史的に並ぶ歴史を持つオルガンとは対照的に大きく近代に偏っている。1900年以前の作品は現代では15個しか知られていない。カリオンの演奏は 初期のパイプオルガンのように即興演奏に依存する時代が長く続いた。初期の仮音奏者たちは特に引退が近づくと非常に多くのことを他の人に伝える必要があったことを示す証拠が記録に残されている。バロック後期からルネサンス初期にかけて鍵盤楽器向けの楽譜は特定の楽器向けではなくどの鍵盤楽器でも演奏できるように書かれていた。そのため、 初期のカリオン向けの楽譜は、チェンバロ、オルガン、ピアノなどと同じものだった可能性がある。その数少ない証拠として、現代まで生き残った1746年出版のヨネス・デ・グライ・アターズによるデ・グライ・アターズ・カリオンブックがある。この本に記されている曲は、明らかにカリオンのために作曲されたものではなく、他の楽器から編曲されており、 他の鍵盤楽器でも簡単に演奏することができる。バロックの鍵盤楽器向けの曲はカリオン向けの編曲に適したものが多く、ビバルディ、クープラン、コレッディ、バッハ、ヘンデル、モーツァルトなどが特に適している。カリオンの曲は大不評に書かれる。トート記号は手で演奏し、ヘオト記号は足で演奏する。鍵盤楽全般向けではなく、 カリオンで演奏するために書かれた最も古い曲はマテアス・ファンデン・ギュイエンによる11の前奏曲である。彼の作品の構造は彼が長い間カリオンで各種のキーボード汎用の曲を演奏していた上でカリオンでの音楽演奏を一般的なものにしたいと考えていたことを示唆している。1900年代初頭以降、技術面で挑戦的な彼の前奏曲は カリオン奏者の標準的なレパートリーとなっている。ジェフ・デニンはカリオンでどのような音楽を演奏するべきかについて発言を行い、今がその音楽を書く時だと何人かの作曲家を説得した。その中には彼の生徒だったスタッフ・ニツ・レオン・ヘンリー、ジェフ・ロティアーズやジェフ・ファン・ホーフのような他分野の作曲家たちがいた。カリオン学校では1925年に カリオンの楽譜出版を開始した。学校はカリオン音楽において高度な装飾音符、素早いパッセージ、トレモロ、バロック、ロマン派的要素などで構成する初期のメフヘレン様式、あるいはフランドル様式と呼ばれるスタイルの提案者でもあった。1950年代、1960年代には、 カンザス大学から明らかに異なるアメリカ様式のカリオン演奏が生み出された。大学のカリオン奏者、ロナルド・バーンズが彼の仲間にカリオンのために作曲することを勧めて、数多くの曲が作られた。バーンズの展開した運動のうちロイ・ハムリン・ジョンソンによる八音音階で作曲したカリオン向けの一連の曲は最も成功したものである。 ジョンソンによるカリオン向けの曲の多くは名作として知られている。バーンズはレパートリー拡大のためにオリジナル曲を56、数百の編曲を制作した。20世紀にカリオン向けの作曲をした主要な作曲家としてアルベルト・ガーキン、ゲイリー・シー・ホワイト、ヨハン・フランコ、アンド・ジョン・ポズドロなどがいる。アメリカ様式のカリオンは メッヘレン様式の対局を成す形で発展した。メッヘレン様式の躍動的で素早いパッセージや、トレれロに満ちた演奏者の芸の披露に対して、ゆっくりとしたパッセージ、気迫な火星、鐘の自然な音色に、聴衆の注意を引きつける、印象的なテーマなどを特徴としている。北、アメリカで、カリオンの楽譜が最初出版されたのは、1934年に G、G. シャーマー、 インクからカーティス音楽学校の学生だったサミュエル・バーバー、ジャンカル・ロメノッティ、ニーのロータ・ジェイによる学会の短期出版シリーズのものだった。北米カリオン・ギルドが楽譜の出版を始めいる1961年まで来たアメリカでは散発的に楽譜が出版されている。1968年にはボック・タワー・ガーデンズに 世界最大級のカリオン音楽と関連するリソースを収めたアントン・ブリーズ・カリオン図書館が設立された。1970年代に当時あった国や地域単位のカリオン組織を連合したカリオン演奏者と愛好家の中心的な組織として世界カリオン連盟が設立された。2021年現在14の組織で構成されている。メンバー組織の多くは 地域でのカリオンの情報や会員の更新を知らせるために開放を定期観光している。連盟は3年おきにメンバー組織の母国で国際カリオン会議を開催している。会議ではカリオンに関する講義、ワークショップ、委員会を開催し、ニュース、個別指導、研究開発などのテーマを扱う。カリオンの演奏はオルガン奏者が行うこともあるが、 カリオンの演奏者となるための訓練を受けられる機関が世界に複数あり、専門のカリオン奏者の育成を行っている。ベルギー、メヘレン市にある王立カリオン学校、ジェフデナインは最も人気があるカリオン演奏者育成のための教育プログラムの一つである。また、ベルギーのルーベンにあるローキア芸術大学では、修士課程にカリオンのコースを持ち、オランダのアメルスフォールトにある ユトレヒト芸術学校にはカリオン専門の学科があり、学士、修士課程を備える。イギリス、フランス、デンマークにも学校が存在する。北アメリカカリオンギルドは毎年定期的に行う会議の会期中にカリオン演奏者の試験を行っている。合格者はギルドのカリオン会員として認められる。このプログラムは2012年に 王立カリオン学校、ジェフデニンが北米に開設した関連学校の北アメリカカリオン学校と提携して行われている。アメリカ合衆国のいくつかの大学にはカリオン演奏の教育プログラムがある。カリフォルニア大学バークレー校、カリフォルニア大学サンタバーバラ校、ミシガン大学、フロリダ大学、デンバー大学ではカリオン演奏についての全過程を学ぶことができる。 クレムゾン大学、カンザス大学、アイオワ州立大学、マーケット大学、インディアナ大学では、カリオン演奏に関する限定したプログラムを受けることができる。また、大学で雇用されているカリオン奏者や、大学以外の施設が持つカリオンでは、個人レッスンも提供しているところがある。学校でカリオンを持っていてもカリオンのコースを持たない、学校では、多くの場合クラブ活動や、 イエール記念カリオンのイエールカリオン演奏者ギルドのように学生が自主的に行う教育プログラムがある。2021年現在、日本においては2019年に設立された日本カリオン協会が会員である収支を収めた日本人カリオン演奏家によるオンラインレッスンを中心に個人レッスンを行っている。国内においては 現在カリオン公式証明書を取得できる学校は存在しない。世界的にカリオンの数を集計している機関がいくつか存在する。一部の機関は特定の種類のカリオンのみの集計を専門としており、例えば戦争記念平和カリオン登録機関では戦争記念施設や世界平和を志して作られたカリオンのみを集計している。 世界カリオン連盟では伝統的カリオン、すなわちバトン式鍵盤を使い、コンピューターや電子的なメカニズムを使用せずに演奏するものを集計している。トーアーベルズでは伝統的カリオンも非伝統的なカリオンも合わせて集計しており、地図や技術使用、使用の要約を公開している。トーアーベルズと世界カリオン連盟によると世界には 約700の伝統的カリオンが存在している。南極大陸を除くすべての大陸に3つ以上のカリオンが存在しているものの、20を超えるカリオンを持つ国は6カ国しかない。偉大なカリオンの国と呼ばれるこれらの国のうち、オランダ、ベルギー、アメリカ合衆国の3カ国に、世界のカリオンの2、3が存在する。また、ネーデルラント周辺の西ヨーロッパと、 アメリカ合衆国にあるカリオンを合わせると90%以上になる。北米のカリオンのうち約80%は宗教機関と教育機関が保有しており、一方ヨーロッパではほぼ全てのカリオンを地方自治体が保有している。現存しているほぼ全てのカリオンは100年以内に作られたものであり、18世紀以前に作られて現存するカリオンは15個のみと考えられている。 トーワーベルによると、さらに483の非伝統的カリオンがアメリカとヨーロッパに存在している。現在日本国内に設置されているカリオンのうち、本格的な鍵盤を有するカリオンは次の4機である。また、宿川協会に1926年の1932年にかけて設置されたフランス製の歴史的カリオンが存在する。機械式のアクションと演奏できるコンソール。 自動演奏機構、スイングベルの機構も持つ。他、伝統的カリオンではないが、日本にはデザインに優れた様々な非伝統的カリオンが数多くある。宇都宮市のベルモールのカリオンは、ツリー型で49章、コンピュータでの音量調整機能で、室内設置に対応しており、自動演奏は元よりキーボードで演奏もできる。国立音楽大学の行動前には、 電子式アクションで鍵盤を使って演奏できる47章のグロッケンシュピールがある。キャストインブロンズの持つトラベリングカリオンのうちの1台。2008年6月、コロラドで行われたルネサンスフェスティバルにて、塔に鐘を収めるのではなく、小型のフレームに鐘と鍵,と鍵盤を収め、移動できるようにした移動式カリオン、あるいはトラベリングカリオンと呼ばれる形態のカリオンは、塔に収めるものに比べて、 非常に軽く小さい。移動式カリオンは1933年から1938年の間にイギリスのノーラ・ジョンストンが考案した。彼女は伝統的なバトン式鍵盤をチャイムバーのシステムに接続したものを移動可能なフレームに固定してラジオのドキュメンタリー番組オーケストラのコンサートコマーシャル出演で演奏するためにそれに乗って アメリカ合衆国を2回訪れた。後に別の人の手によってカリオンの金を使ったものが作られた。世界カリオン連盟と東ワーベルズによると世界に約20の移動式カリオンがあり、そのうち17が伝統的カリオンとされている。ほとんどの移動式カリオンは西ヨーロッパとアメリカにあり、反則用の道具として金の鋳造者が保有している。 アメリカ合衆国にある二つの移動式カリオンはいずれもベルの精神を特徴として他の楽器と一緒に鐘を演奏する音楽グループキャストインブロンズが所有している。キャストインブロンズは楽器の保存と宣伝を使命としておりアメリカ合衆国の大衆にカリオンを広く紹介したことで知られている。日本国内にはハウステンボス開園時に運行していた。 電気自動車にカリオンを乗せたトラベリングカロイオンとベルギーから大阪市に寄贈されたトラベリングカリオンがある。いずれも2021年現在は演奏はされていない。WCF キーボード2006の規格ではナチュラルのペダルの長さは B1 の音で 129mm、太さ 30mm、ペダル間隔は 85mm0。ありがとうございます。